こんにちは、こんにちは。今日は音読みはどうするか教えます。最初はあれ、例えば あったこの物語みたいな絵があったら、あれ、そこから読む。今から読みます。サーカスのライオン。川村隆、西村達馬。町外れの広場にサーカスがやってきた。ライオンやトラもいれば、お化け屋敷もある。久しぶりのことなので、見る人が続々とやってきた。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。ほらほら、お帰りはこちらです。寒い風をはらんだテントがハタハタとなって、サーカス小屋はまるで海の上に走る木陰のようだった。木陰船、あれ、ヨットみたいな。ライオンの神社は年取っていた。時々耳をヒクヒクさせながらテントの影の箱の中で一日中眠っていた。眠っている時はいつもアフリカの夢を見た。アフリカは外国にあるものです。夢の中にお父さんやお母さんやお兄さんたちが現れた。草原の中を神社は風のように走っていた。自分の番が来ると神社はのそりと立ち上がる。箱はテントの中に持ち込まれ、15枚の鉄を格子戸が組み合わされて、ライオンの舞台が仕込まれ、出来上がる。舞台の真ん中では丸い輪がメラメラと燃えていた。さあ始めるよ。ライオン使いのおじさんがチタンたちと鞭を鳴らすと、鞭はあれ、あれ紐みたいな。神社は火の輪をめがけてジャンプをした。うまいものだ。2本でも3本でも燃える輪の中をくぐり抜ける。おじいさんがよそ見をしているのに、神社は3回も4回も繰り返していた。これが神社で、これはライオン使いの人。夜になった。お客が帰ってしまうと、サーカス小屋はしんとした。時折、風が吹くような音を立てて、虎が吠えた。退屈かね。寝てばっかりいるから、いつまにか、お前の目も白く凍ってしまったよ。今日のジャンプなんて、元気がなかったぞ。おじさんは、覗きに来て、言った。神社は答えた。どうでもさ、毎日同じことをばかりやっているうちに、私は追いぼれたよ。だろうな。ちょっと変わってやるから、ここでもしておいでよ。そこで、ライオンは人間の服を着た。わからないようにマスクもかけた。靴を履き、手袋もはめた。ライオンの神社は、ウキウキして外へ出た。外はええなあ。星がチクチク揺れて北風に吹き飛びそうだなあ。一言言ってると、おじさん、サーカスのおじさんと声がした。
男の子が一人立っていた。もうライオンは眠ったかしら。僕はちょっとだけそばに行きたいけどな。ジンさんは驚いて、もぐもぐ尋ねた。ライオンが好きなのかね。うん、大好き。それなのに僕たちヒマサーカスを見たときは、なんだかしょげていたの。だからお見舞いに来たんだよ。じいさん、ググッと胸のあたりが熱くなった。僕サーカスが好き。お小遣い貯めて、また来るんだ。そうかい、そうかい、来ておくれ。ライオンもきっと喜ぶよ。でも、今夜は遅いからもうお帰り。じいさんは男の子の手を引いて、家まで送っていくことにしました。男の子のお父さんは、夜の勤めがあってです。お母さんが入院しているので、付き添いのために、お姉ちゃんも夕方から出かけていった。僕は留守番だけど、もう慣れちゃった。それよりサーカスの話をして。いいとも、ピエロはこんな風にして。ジンさんはひょこひょことおどけて歩いている時だった。暗い溝の中にギュッと足を突っ込んだ。あいたた。ピエロも暗いところは弱くじゃない。ジンさんはくじいた足をタオルを巻きついた。すると、男の子は首をかしげた。おじさんの顔、なんだか毛が生えてるみたい。なーに、寒いので毛皮をかぶっているのじゃろ。ジンさんは慌てて向こうを向いて、帽子をかぶり直した。男の子のアパートは道のそばの石垣の上に立っていた。Hey, go. サーカスのおじさん、おやすみなさい。明日ライオンに見に行っていい？来てやっておくれ。きっと喜ぶだろうよ。ジンさんは下から手を振った。次の日、ライオンの檻の前に夕べの男の子がやってきた。ジンさんはタオルを巻いた足をそっと隠した。まだ首はズキンズキンと痛かった。夜の散歩もしばらくはできそうもない。男の子はチョコレートのかけらを差し出した。さあ、お食べよ。僕と半分こだよ。腎臓はチョコレートは好きではなかった。でも、目を細くして受け取った。腎臓は嬉しかったのだ。それから男の子は毎日やってきた。ジンさんはもう眠らないで待っていた。やってくるたびに。男の子はチョコレートを持ってきた。そしてお母さんのことを話して聞かせた。ジンさんは乗り出してうなずいた。いよいよサーカスが明日で終わるという日。これが変装してるジンザ。ここがちっちゃいけど男の子。男の子は息を弾ませて飛んできた。お母さんがね、もうじき退院するんだよ。それにお小遣いもたまったんだ。明日サーカスに来るよ。火の輪をくぐるのを見に来るよ。男の子が帰ってくると、ジンさんは体に力がこもった。目がピカッと光った。明日、若い時のように、火の輪を5つにしてくぐり抜けてやろう。その夜を更け、